非常に冷静な表情でこのタイトルマッチ宣言を聞いておりました王者ジャンボ鶴田。そのジャンボ鶴田からベルトが返還されました。グレグ・ガニアにとりましては父バン・ガニアが巻いた栄光のベルト、是が非でも奪取したいところでありましょう。これよりリング上では両選手が紹介されます。なおこの試合の模様は AWA ゾーンに送られまして AWA テリトリーで放送されます。さあ軽快なレスリングが新庄、ハイフライヤーズのグレッグ・ガニア挑戦者。AWA 世界ヘビー級チャンピオン、さらに大きな野望に向けて前進していますジャンボ鶴田。勝負の方は AWA 世界ヘビー級選手権試合60分の一本勝負で試合が行われます。先ほどもご紹介いたしましたようにこの AWA 世界ヘビー級の選手権試合、この試合の模様は AWA テリトリーで放送されることになっております。さあ山田さん、偉大なる世界チャンピオンへ着々と実績を作っておりますジャンボ鶴田ですが、まず 3.24 クラ前ニックボックインクル戦、まあ、世界チャンピオンの特権をフルに生かして防衛に成功しましたが、時折あのニックに攻められまして大ピンチに陥ったこともありましたけれども、反則負けによるこの防衛戦どういうふうに思いますか。まあ、やはり結果論だけでね、言うとですね、非常にあの反則負けというとなんとなく情けないというような感じあるんですが、これはもうやはりチャンピオンの特権ですからね、チャンピオンの権利というものをフルに利用して、王座を守っていく、これがやっぱり王者の道だと思いますね。なるほど、早くも郡山市民のお客様からジャンボ鶴田コール。しかし今夜の一戦グレッグ・ガニア戦はピンフォール防衛をファンは望んでいるんじゃないでしょうかね。もちろんそうでしょうね、ただね、あのグレッグ・ガニアというとですね、お父さんのバン・ガニアと比較検討されがちなんですね、親子ですから、まあそういった意味でね、タイプ的にややひ弱じゃないかというふうに言われてますけれども、私は必ずしもそうは思わないんですね。なかなかね、あのインサイドワークの効いたレスリングをすると、動きは早いですね。そうですね、ですから、まあ、鶴田選手にとって果たしてこういうタイプがどうなのか、まあ、過去いろんなタイプと戦ってるんで全てのタイプに対する経験は十分に積んでいるものの、やっぱり油断は大敵ですね。そうですね、そのグレッグ・ガニアでありますが、3月のアメリカ遠征 AWA ゾーンでは、まあ、自分たちのマーケットを、まあ、散々このジャンボ鶴田に荒らされただけに、その悔しさをこの一戦に叩きつけるというようなことを言っておりましたチャレンジャーのグレッグ・ガニアであります。やっぱりそれは当然でしょうね。そうでしょうね、まあ、なんといっても AWA ということになれば、これはあの自分の父親のバン・ガニアが、AWA に出ようと言われた男ですからね、この栄光のチャンピオンベルト、父が巻いたこのベルトをですね、やはり何としても取り戻したいというその執念、このあたりがやはりこの一戦のやっぱり一番の見どころであり、鶴田選手にとっては用心しなきゃならない点ですね。さあ俵返しで今度は自分のペースを捉えようとしております王者ジャンボ鶴田、今夜6度目の防衛戦を迎えております。現在このジャンボ鶴田選手は今熱戦を展開しております PWF 認定の世界タッグリーグ戦では天竜とともに2戦勝化して現在2点なんですが、このグレッグ・ガニア、ジム・ブランゼル組との対決では時間切れの引き分けに終わりましたよね。そうですね、まあ、この辺やっぱり後になってから微妙に響いてくるんではないかと思いますけれども、まあ今のところ2点ですか、まずまず順当な線で進んでいると。まあ、あと問題はコンディションでしょうね。山さん、このリーグ戦の今後の展開にも響くかと思いますが、このジム・ブランゼル、グレッグ・ガニアチームとの時間切れの引き分けは今夜の世界タイトルマッチにもやや影響するんじゃないでしょうかね。もちろんそうですね、この辺はね、やっぱりあの倉持さんの読み通りだろうと思いますね、さあ王者ジャンボ鶴田が落ち着きました、落ち着き払って相手に胸を貸してやるんだというような、そういう雰囲気さえも見られます、今夜の世界チャンピオン鶴田であります。確かにね、表情とかね、動き見てますとね、異変にあの自信にあふれてるし、落ち着いてますね。本当ですね。ただね、やっぱり気になるのはあのグレッグの動きがですね、
ちょっと他の選手とテンポが違いますね。ですからこの辺り一つタイミングを狂わせられてしまうと鶴田選手意外に苦戦になるかもしれません。あ、そうですか。さらに両方の手首を持ちましてねじ上げます。王者ジャンボ鶴田、しかし最近のジャンボ鶴田のいわゆるこの立ち振る舞い、それから言動というものはまさにこの自信満々という感じがありますね。はい、ドレッシングルームなんかで話を聞きましてもね、まあ本当に自信たっぷりという感じがこうはっきり伝わってきますね。はい、まあ今回のこのチャンピオンカーニバルも非常に過酷でハードなスケジュールになっております。世界チャンピオンのジャンボ鶴田、まあ、同時進行の形でインターナショナルヘビー級の選手権が、まあ、4月の14日名古屋でブルーザーブロディを相手にして行われたんですけれども、これはまあ5回の防衛には成功いたしましたがノーコンテストということもありまして、まさにこの地獄の日々が続いているわけなんですが、どうでしょう山田さん、世界チャンピオン鶴田目に見えませんけれども何かこう疲れがないかどうかこの辺。はい、今の場合ね、肉体的にはやっぱりかなりハードで疲れてると思いますけれども、はい、この肉体的な疲れというのはですね、まあ、休息を取ることによって、まあ、カバーできますね。あ、そうですか。ところがね、AWA の世界チャンピオンになりたての頃、はい、これはもう精神的プレッシャーに苛まれてた。その点がなくなっただけでもかなり私はいいんじゃないかと思いますね。はい、そうですね。肉体と精神のその両方の疲れがねダブルで重なってしまいますとね、はい、これはやっぱりハードだと思います。そうですね。それでまあ確かに普通の人から考えますと今の鶴田選手の置かれてるそのハードスケジュール、これはやはり人間技ではないんですね。はい、でもねこれはプロレスの世界チャンピオンであれば私は当然であると思いますね。わかりました。さあ両選手手4つの体勢攻めておりますのが世界チャンピオンのジャンボ鶴田、今やっとブリッジで逃れました。チャレンジャーのグレッグ・ガニア、この手4つの体勢をほどきます。そしてグレッグ・ガニアの左の手首を攻めました。意外にチャレンジャーグレッグ・ガニアのこの攻め方を見ているようなそういう感じの序盤戦であります。そうですね、ゆっくりリズムですね。はい、今のところねゆっくり攻めさせて相手を見極めてからと、はい、勝負のタイミングを見ているようですね。はい、さあ今度はグレッグ・ガニアが攻めに転じますか。肩から当たります。ショルダータックル、鶴田の勝ち。巻き投げ一戦、どこを見ても自信満々、まさにこの自信というものが体全体から、ほとばしるようなそういう感じがあります。さあガブリ四つに組みましてダブルアームスープレックスの体勢、これまた4種類のスープレックスを相手に見せますか。グレッグ・ガニアもかなりジャンボ鶴田のこの、ハイテクニックの技というのは AWA ゾーンで思う存分暴れまくりましたのでかなり偵察しておりました。従いまして十分相手の強さ、鋭い技なども頭の中に叩き込んでおります。やはりね、鶴田選手が逆フルネルソンに入るとどんな選手でも用心しますね。はい、さあ潜り込んでレッグブリーカーに取ります。これがグレッグ・ガニアの得意なパターン、グレッグ・ガニアであります。ステップオーバーのトーフォールド、足を殺しに行きました。山さん、試合の展開としてはハイフライヤーズの一員このグレッグ・ガニアがどんどん飛んでくるレスリングを見せるかと思ったんですが、意外にじっくりと正攻法できてますね。そうですね、はい、やはり鶴田選手もジャンプ力のある選手ですから、まあ、迂闊に仕掛けはできないんですね。それから山田さんね、ジャンボ鶴田側ですけれども、まあ、日本人で初の快挙、日本人で本当にただ一人 AWA の世界チャンピオンになって、しかも世界のベルトを巻いてアメリカを暗夜、そして防衛の旅を成功させて帰ってきたということで、いろいろなこのマスコミから取り上げられてますでしょ。そうですね、ものすごくそういう忙しさも鶴田選手はあるようですけれども、はい、ここにこの精神的な何かつける隙がどうでしょうね。山田さん、しかしね、鶴田にはもっと強いものがありますか。はい、予想していた以上にですね、はい、精神的にはタフなようですね。はは、あんまりねこの人は新人の頃からねこう私がこう見ててちょっ
とこう一瞬ですね、ふわっと自分で気を抜くようなところがあるんですね、うん、そういった点が非常に救われてるかもしれませんね。 あんまり神経質ではないですね。あ、そうですか。やはりね、これあの世界チャンピオンになるような人はですね、細かいそのいわゆるくよくよするような神経質さでは、ね、とても務まらない、はい、で私いつもそれは思うんですが、ジャイアント馬場選手もそうですし、ドリーファンクジュニアなんかもそうだし、ハリーレースなんかも大変にみんな神経が太いですよね、あの神経の太さですよ。さあチャレンジャーのグレッグ・ガニアが今度は飛び道具を見せてまいりました。初めてドロップキックを打ちます。そして足を畳に行きました。今度はインディアンデスロックの体勢、これまたグレッグ・ガニア得意技であります。それからグレッグ・ガニアには父親バン・ガニア譲りのスリーパーホールドがありますね。そうですね、この人の場合背が高いですからね、はい、スリーパーホールドはなかなかうまくはまると威力が出てきますね、自ら弓のように体をのけぞらせて相手の足首を攻めます。インディアンデスロック、これはかっちりと決まっています。グレッグ・ガニア、さすがにテクニシャンのバン・ガニアの息子さんらしいですね、はい、細かい決めの細かい技ですね。そうですね、今父親バン・ガニアの話が出ましたけれども、山田さん現在東京スポーツ市場にプロレスオフ・ザ・リングですか、はい、その連載を山田さん書いておりますけれども、この父親バン・ガニアの話が、まあ、何回か載っておりまして読ませていただきましたが、過去12度王座に返り咲いた男、それがバン・ガニアですよね。そうですね、私も細かい記録をですね、調べてみたんですけれども、世界チャンピオンとしてですね12回返り咲き、この記録はすごいですね、はい、ただチャンピオンとしていた王座を守ってた総合日数ですね、これを足しますとね、またまたこれがすごいんですよね、ルーテイズが確かに4000何日なんですね、うん、でバンガニアはもっと上なんですよ、ですから世界チャンピオンの諸々の記録というものを調べてみると実に興味深いですね、はい、でやっぱり最終的に出る結論は、強い人はすごい記録を残していると、うん、逆にすごい記録を残している人が強いんだと、はい、いうことになりますね。まさに偉大なる父親バン・ガニアですね、はい、さあお話の間に今度は世界チャンピオンの鶴田が構成、逆エビの体勢ボストンクラブに持っていこうとしておりますが、今度はブリッジで逃れました。さあだいぶ両選手ねちっこい展開になってまいりました。グレッグ・ガニア対ジャンボ鶴田の AWA 世界ヘビー級の選手権試合、その山田さん、グレッグ・ガニアの父親バン・ガニアは非常にこのジャンボ鶴田が好きなんですね。そうですね、やはり自分もね、バン・ガニア自身がですね、はい、アメリカ代表としてロンドンオリンピックに出場したと、はい、まあアマチュアレスリングですね、で自分も大学のキャプテンをやってたミネソタ大学ですか、そういった非常に似た経歴、それとレスリング内容もですね、非常にテクニシャンタイプということで、まあ自分の息子のような目で見ているというところもありますね。そうですね、ただまあ今のところ嬉しくもあり反面悔しくもありというところで、鶴田選手に虎の子のタイトルを持っていかれた、まあバン・ガニアとしては大変に複雑な心境でしょうね、さあ世界チャンピオンのジャンボ鶴田が今度は反対にステップオーバーのトーホールドでお返し、まあ、3月の AWA ゾーンの世界ヘビー級の防衛の旅、3度、チャレンジャーを退けましたジャンボ鶴田、リングサイドでじっと見ておりました帝王のバン・ガニアがこの AWA ゾーンで一生試合しないかというふうに言われましたもんね。そうですね、しかし最近ね、私はレスリングの試合を見てて思うんですけれども、一時の飛んだり跳ねたりという、そのメキシコ流というのがややですね影を潜めて、今もお話にあったステップオーバートーホールドであるとか、はい、あるいはキーロックであるとか、いわゆるプロレスリングのオーソドックスなそのクラシックなホールド、まあ、一番基本の技といいましょうか、はい、そういったものがだいぶまた使われ始めているという感じがいたしますね、うん、なるほどね、ですからどこをどうしてもですね、やっぱりハンマーロックであるとか、このステップオーバートーホールドとか、あるいはキーロック、うん、こういった技はいつまでたってもプロレスリングの中に残っていく、はい、とても大切な技だと思うんですね、
さあ今度はグレッグガニアが反撃に転じようとしております。足を世界チャンピオンの足を X 字に固めて、さあここからの流れはどういうふうに持っていくんでしょうか。グレッグガニアもかなりねちっこい展開。これね、今の技にしてもですね、これレッグロックと同時にトーホールドになってますからね。そうですね、はい、今離れました。これでトーホールドに入りますが、これから膝に直接、膝を直接マットに打ち付けました。やっぱり一種のニークラッシャーですね。しかしまだまだグランドでの展開になっても世界チャンピオンのジャンボ鶴田は落ち着いています。この表情、世界チャンピオン鶴田大きいですもんね、さあかぶせてますよ。グレッグガニアが大きくロープに放り投げます。さあ上背のありますジャンボ鶴田体当たり、おっとフライングネックシザースホイップですね。そうですね、この辺りがハイフライヤーズの得意技。パートナーのジムブランゼルと長い間ハイフライヤーズを結成しておりまして、現在は AWA の世界タッグの王座は、ベルトを持っておりませんけれども、何度もその AWA 世界王者チームに挑戦しています。今クラッシャーブラックウェルとケンパテラが世界タッグの王者チームですね。そうですね、まあ、あのケンパテラもなかなかよく頑張ってますね。そうですね、さあジャンボ鶴田です。グレッグガニアとジム・ブランゼルのハイフライヤーズはもう何回もチャンピオンになってますしね、はい、あの実力的にはね、何ら遜色がないですね、で非常にあのハイテクニックを持ってる、うん、今のあのフライングネックシザーズホイップにしても技そのものは軽いですけど、はい、やっぱりあのスピードとテクニック面ではなかなかのものがありますね。そうですね、はい、そのハイフライヤーズ現在ネットを展開しております PWF、世界タッグ王者決定リーグ戦でも現在のところハイフライヤーズは4戦消化して3点で今のところトップに立ってますもんね。そうですね、まあ、非常にあのラッキーな、ね、面もありましたけれども、はい、やっぱ相手チームにとってはこの非常に細かいインサイドワークで攻めてくる、このハイフライヤーズというのは油断のならないチームですね、はい、その PWF 世界タッグオーダー決定リーグ戦は優勝戦の横浜大会でジャンボ鶴田天竜組はこのハイフライヤーズと最終戦でございます。果たしてそっちの方の行方はどうなりましょうか。さあ AWA 世界ヘビー級の選手権試合グランドでの展開、両選手非常に考え抜いた対決、ここで両者の動きが激しくなってまいりました。これからが勝負です。いよいよ勝負の山を迎えますか。グレッグガニアが非常に頑張っておりまして盛り上がりを見せました AWA の世界ヘビー級の選手権試合であります。両者の動き早くなりましたね、山田さん、はい、非常にね、あのグレッグもいい動きしてますね、ニーリフトを突き上げました世界チャンピオンタジタジ。さあ思い切ってロープに放り投げる、今度は逆だ、逆の水平打ちを見せました。今度は首の後ろ側、ここにパンチ一線、思い切っても足を取ってる首固め、スモールパッケージホールドカウント2、これはうまい技を見せました鶴田。さあそして正面から挑みます世界チャンピオン。今夜はまあ軽くグレッグに胸を貸してやるんだというふうに言っておりましたが、意外や意外、チャレンジャーのグレッグガニアは相当頑張っています。ちょっと山さん、世界チャンピオンの左のリングシューズの紐が解けましたね。そうですね、解けましたね、はい、やや気になります。それだけ先ほどの足への集中攻撃が効いている証拠ですね。うん、あのね、ああいうふうにしてね、ちょっと緩むとね、はい、ここでジャンピングにパッド、トップロープから外に放り出しました。さあこれが突破口になりますか。世界チャンピオンのジャンボ鶴田、グレッグガニア頭から落ちました。ここからどうやら流れを変えることができるかどうか。グレッグガニアの表情もかなり厳しい。おっとリングの上におります世界チャンピオンの足を取った、足を取りました。そしてアウトサイドリングに勝負を持っていこうとするグレッグガニア、チャレンジャーのグレッグガニア、エプロンに頭を追いつけます。エプロンに頭をつけます。もちろん今夜は AWA の世界ヘビー級選手権試合でありますので、 AWA ルールでもちろん世界選手権行われています。頭を取った、あっと反対に赤い鉄柱に肩を打たれました。ね、世界チャンピオンの左の肩が食い込みましたね。ちょっとね、鎖骨をね、かなり危ないですね、強打してるんじゃないですか。危ないですね、はい、世界チャンピオンのジャンボ鶴田、左の肩、鎖骨のところですね、はい、ちょっと体をこの上半身を動かしてちょっとバランスを取っておりますが、かなり苦しいか。あ、肘も打ってるようですよ。あ、そうですね、肘も打ってるようですね。ちょっと左の肘、あるいは左の鎖骨のあたりを打たれました。さあ思い切ってここはグレッグガニアがジャンボ鶴田の後ろ側から左を攻めます。鶴田の上半身左を狙い撃ちにするチャレンジャーのグレッグガニア、
さあ勝機を見出すことができるでありましょうか。そしてトップロープのワイヤーロープに巻きつけてぐい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 締め付けます。かなり荒っぽいレスリングを見せてまいりました。グレッグガニア、こういう荒っぽい技もできるんですね。大変あの気性は激しい人ですからね、はい、いざ勝負をかけると、いうことになるとこういうラフファイトも出てきますね。そうですね、まあ、この試合は AWA ゾーンに送られましてミネアポリス市民あるいは他の AWA テリトリーで放送されますので、このグレッグガニアがもしタイトル出しということになりますと大変な評判を呼びますね。そうですね、まあ、やっぱり、向こうにですね送られるということになると、はい、そのグレッグとしてもメンツにかけてね、他の試合はできないですね。そうですね、そして、まあ、AWA の本拠地でありますミネアポリス市民からも、まあ、最大の賛辞を受けることでありましょう。グレッグガニア何としても取りたいところ、父親バンガニアは現在世界チャンピオンのジャンボ鶴田も大好き、しかしまあ息子にもベルトを取ってもらいたい、バンガニアといたしましても複雑な心境のようです。さあリング上鶴田がかなり打たれておりますので、郡山市民のお客さんはどうやらここで世界チャンピオン鶴田へのコール、頑張れ頑張れというコールに変わりましたね。そうですね、ちょっとやっぱりそういうところは微妙ですね、はい、圧倒的な勝利をまあ信じておりましたこの福島県郡山のお客様でしょうが、グレッグガニアが意外にいいチャレンジャーぶりを発揮しています。ドロップキックを打つ、もう1回ドロップキックを打つ、さあ2段攻撃だ、ドロップキックの2段打ち、カウント2、カウント2で右足を伸ばした、しかしグレッグガニアその伸ばした右足めがけましてレッグドロップ、ニードロップを見舞います。さあグレッグが攻める、グレッグが攻める、今度思い切って蹴り上げました、右足で蹴り上げました。世界チャンピオンのジャンボ鶴田、何しろハードなスケジュール、おっとバックを取ってバックドロップ打たせない、バックドロップ打たせない、もう一回打つ、もう一回打つが打たせません。バックドロップは完全に右足でフックいたしました。パートナーのジム・ブランゼルがソルトレークシティのリング上でやられましたからね、よく知っています。今度はコブラツイスト、世界チャンピオンコブラに出ました。思い切ってコブラツイストで締め上げます。世界チャンピオンのジャンボ鶴田、バックドロップを一発仕掛けましたけれども、グレッグガニア見事に防ぎました。素晴らしいディフェンスぶりを見せたんですが、その後のつなぎの技、これがジャンボ鶴田、これでギブアップを取れば防衛です。今夜6回目の防衛戦、今夜防衛に成功いたしますと、このシリーズの最終戦大分大会で再びジム・ブランゼルの挑戦を受けることになります。さあ今度は世界チャンピオン鶴田、ブレンバスターか、ブレンバスター持ち上げました、相手はウェイトは軽い、100キロしかない、100キロしかない、グレッグガニア、おっとしかし2回完工いたしましたが失敗、やっぱりね、先ほどのあの腕を痛めた、あれの影響がかなりあるようですね。そうですね、おっと今度はトップロープのワイヤーロープに、さあ左の腕を巻き込みます。このグレッグガニアから防衛いたしますと、大宮大会でジム・ブランゼルの挑戦を受けます。そしてそれにも成功いたしますと、再び AWA ゾーンへ、またまた防衛の旅、こういう予定になっております。世界チャンピオンのツルタ、ブレンバスターを打たれましたよ山田さん、逆にやられてしまいましたね、ちょっと変ですね今夜の世界チャンピオン山田さん。そうですね、あの腕を痛めた後後ろから行って何か得意のスリーパー、これが父親バンガニア譲りの得意のスリーパー、まさに世界チャンピオンの背中から忍び寄るようにして右手を大きく抱えてスリーパーに入りました。さあ体が沈んでいきます。バンガニアのスリーパーと比べて息子のグレッグの方はどうですか。やっぱりあのどちらかというとお父さんの方がもっと荒々しかったですね、はい、しかしあのなかなかうまく締めてますね、お父さんのバンガニアのスリーパーホールドの入り方というのは対ジャイアント馬場との、ダブルタイトルマッチの時に見せましたが、ガシッという風に入りますけどね。そうなんですね、非常にあの荒々しい技でしたね。本当ですね、再び裸締めスリーパーホールドであります。それでこの技はね、仕掛けてから相手の体重を利用する必要なんですよね、はい、さあ今度は体で跳ね返します。そのまま覆いかぶさります世界チャンピオンの鶴田。勝負が始まって23分が経過いたしました。今度はエルボードロップを打ちます。60分の一本勝負で行われております世界ヘビー級の選手権試合、意外に世界チャンピオンの鶴田がもたついています。
あ、エルボードロップも失敗、再びバックに回ってのスリーパーホールド、チャレンジャーのグレッグ・ガニアであります。黄色いトランクス、なかなか軽快な動き、正面から当たる体当たり、ショルダータックル合戦、うまく捉えた、うまく捉えた、今度は何でいくか、うまく捉えました、シュミット式のバックブリーカー、叩きつけた、そのまま覆いかぶさった、鶴田、防衛か、防衛か、カウント2、カウント、カウント3、カウント3が入りました、カウント3が入りました、最後はとどめになりましたのは、シュミット式のバックブリーカー、カウント 2.5 ぐらいで左足を、サードロップに伸ばしたかと見えましたが間に合わなかったですね。あのね、見方によってはね、ちょっと左足がね出てたっていう感じもするんですけど、はい、これやっぱりレフリーがね決めることですからね。絶対的な権限です、レフリーは絶対的な権限。カウント3が入りました。勝負は23分20秒、蹴りがつきました。世界チャンピオンジャンボ鶴田、 AWA の黄金のチャンピオンベルトを守り抜きました。どうですか今日のタイトルマッチ、やや苦しみましたね。そうですね、まあ、試合の流れだけ追っていきますとね、はい、やや苦しんだという見方もできますけれども、やはり全体的を通して見て余裕はありましたね。なるほどね、はい、今チャレンジャーのグレッグ・ガニアがアピール、足がサードロープに伸びたじゃないか、そういうようなアピールをしておりますが、改めて城樋口レフリーはジャンボ鶴田、世界チャンピオンの手を挙げました。さあ再び胴に巻かれました黄金のチャンピオンベルト。さあチャレンジャーのグレッグ・ガニアが必要な抗議、まあ、ジャンボ鶴田の心はもうすでにアメリカ防衛のために出る準備ができているというふうに本人は言っております。この後ジム・ブランゼルに防衛して再度世界のベルトを巻いてアメリカサーキットを乗り切ってもらいたい、そういう感じがいたします。そしてその前にもう一つ PWF 世界タッグのベルトも鶴田は欲しいところですね。そうですね、まあ、ベルトとかタイトルとかっていうものは、はい、まあ、いくつあってもいいでしょうからね。そうですね、まあ、しまいに五冠王とかですね、六冠王なんてのが出てくるかもしれませんね。チャレンジャーのグレッグ・ガニアもこれは本当に悔しい敗戦です。この試合の模様が AWA のテリトリーで放送されるということ、当然このチャレンジャーのグレッグ・ガニアも知っていることでありましょう。あ、本当にマッハのタイミングでカウント3が入ってしまいましたね。そうですね、しかしまあチャレンジャーのグレッグ・ガニアもよくやりましたね。なかなかね、特に後半戦でね、いいところを見せましたね、はい、残念ながらジャンボ鶴田から AWA のタイトル奪取はなりませんでしたけれども、しかし必要な攻撃によりましてチャレンジャーの役目は十分に